さあ、ということで、今夜もお届け、ハローワールドサイバーラボのお時間でございます。ね。待ちきれない、そんなあなたにぴったりとプレゼント、今週は用意しておりますよ。はい。皆さん、そうです。まさに、あの、24が帰ってくるんです。Yes、24最新シリーズ、Leave Another Day。2015年の春上陸ということで、その前にシーズン1からファイナルシーズンまでをおさらいしております。 そしてなんと今週はプレゼントも用意。後ほどご紹介しますので、どうぞお楽しみにさてさて、今回、24シーズン1からファイナルシーズンまでのおさらいをしてくださっているのは、以前番組ゲストに登場していただきました。カリスマ実演販売士のレジェンド松下さん。そしてそのレジェンドさんの先輩で、自称実演販売士業界124に詳しいというムッシュ中島さん。 昨日はもう圧倒されました私はい、えー、それでは今夜もお二人よろしくお願いいたしますさあ今日も我々実演販売のレジェンド松下とムッシュ中島が24について紹介しますが昨日はシーズン1でしたが今日はシーズン2そしてシーズン3についてムッシュ中島に解説していただきたいと思います任せたせまずシーズン1終わってシーズン2なんですねそうですよシーズン2 核爆弾テロでございますいきなりもうさらにでかくなってるじゃないですか。でかくなりましたよもう、ええ。シーズン1から1年半後のある1日から始まります、ええ。テロリストがなんとロスで核を爆発させるという情報がジャックに入ってきますね。まあ、核の脅威からロサンゼルスを守るため大統領の命によりたまたま休職中でございましたわけがあってね。これ、ワンを見ればわかる。<laughs> ジャックが復職をするというところから始まっていくわけだからす。ジャックはなんか噂によるとすぐあの仕事を。 休んでしまうと。まあ、休んじゃ休むんじゃないの。辛くてやめな,きゃい,けない。いろいろあるんですね。じゃあいろいろあるある。しょうがないんですね。ねそ,うそうなの。え、ね、で私的に見所でございます。シーズン2のね、強引でございます。ストーリーの展開が。いいんですかその強引は。いいんです。この強引さがいいんですよ。うまく展開がいきますからね。敵側の目的がどんどん大きくなってきますよ。 例えば2の場合だとね、最初はテロ目的で核弾頭爆発しますよ、これだけでもすごいでしょすごいです、ね、そのうちに大統領を失望させるために爆発しちゃうよなんて言い始める。<laughs> 最終的に何をやりたいのかで、ね、戦争を起こすために核弾頭を爆発させるなんて言い始めるどんどん何がやりたいんだ、お前たちはと。しかもこれ、1日で目的が変わっていってるわけですよ。そういうことなんですよ、ね。すごい話ですねこれはこれ面白いんです、この展開が。あと、ジャック・バウアー、バリ不藤見でございます。この辺で僕は確信しました。えー シーズン2で初めて死にます。死ぬんですかはい、死にます。死んでいいんですかあ、蘇生します。<laughs> はい。後で話しますから、シーズン4でも死にます。<laughs> そしてまた生き返ります。不死身ですね、不死身でございます。で、そのまま行きますよ。<laughs> シーズン3。ね。これ、バイオテロですよ、今度は。 えー、ーシーズン2から3年後のある一日でございまして、ロサンゼルスに生物兵器が散布されるという情報が入り、散布を防ぐためにジャック登場でございますよ、うん。また出てくるわけですね。出てきますよ、今度えー、私的に見どころ言わせてもらうとね、なんと、ジャックは潜入捜査のために麻薬中毒患者になる。<laughs> このままだと。白いし、麻薬中毒にもなるし、まあ。なかなか戻れません、これがまた。大丈夫ですか、ジャック。大丈夫なんです、ジャック・バウアーは。で、シーズン1からね、私もここに触れたかったんだけども、 いろいろ絡んできたこう女ニーナっていうのがいるんですよ。これがまたもう本領発揮でございましたね。悪い女なんですよ。え、敵の黒幕で登場します。めちゃめちゃ悪女です。けどね、すげえいい女です。虫シ<え>も好きです。そタイプですね。<laughs> え、あとね、ジャックにとってはこれから長い付き合いになります。クロエオブライアンというですねパートナーが登場しますね。キーパーソンなんです、ね。キーパーソンでございますよ。これはね、え。 でこりゃ絶対あ皆さんね見た後に僕と一緒に共感できると思うんですよ言いませんけどラストシーンがが一番グッときます涙が出ますす涙出しかもこのシーズン3から24の大ファンだったアメリカ海軍が全面協力するようになったからすごいでしょ自衛隊が刑事ドラマ出てくるようなもんですからね、うん、それぐらいも規模が大きくなったということでううのあこのシリーズもやっぱり見ていただきたいですねぜひですよろしくお願いしますはい 今日もお二人ありがとうございましたって <laughs> もうね聞いてるだけで本当に笑っちゃうんですけど、まあ、でも本当に言ってる通りなんですよね、えーまあ、やっぱり主人公のこのジャック・バワーのこう魅力がですねシリーズを増すごとに、えー、どん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 上がってくるわけなんですけどでも彼はあのー、ある意味その、まあ、何度も死ぬし、えー、である意味不死身ですし強いんです。で特にね 多分3ぐらいから前作よりもねもうちょっとアクションシーンを増やしていこうこの辺りぐらいからですねまたあのジャック・バウアーが、まあ、そのキーファー・サザーランドが24の,その制作の中にもガンガン自分で首を突っ込んでくるんですねジャック・バウアーが強引であるかのように同じように制作にもキーファーがどんどん首を突っ込んでくるわけですね そうなってくることによって後にはですねプロデューサーに彼もまあなるとね彼以外もうジャックを演じることはできないわけですよねもはやあのキーファーの名前すら下手すると出てこなくなるぐらいもうジャック・バワーって名前なんじゃないかっていうぐらいでそのキャラクターのまた良さの一つがやっぱり人間の良さを彼はねすごい 持っっててるるわけですよ故にすすよにごく葛藤するっていうね戦いの中にそういうのも出てくるところがまたあの、まあ、ヒーローなんだけどどうしても感情移入しちゃうところなのかなというふうに思うんですけど、はい、24最新作「Live Another Day」2015年春上陸と。 はい、えー、今夜はシーズン2とシーズン3のおさらい出したけどシーズン2いきなり核弾頭とかパッと言われるともうちょっと覚えてなかったりする時もあるんですよね。なので一度見た方もここでまた見返すと結構実は面白いと。そして、えー、改めてですね24おさらいすると、えー、その2015年春に上陸する 最新作「リバナザーデイがね、えー、皆さんのですねまあほんとにこう待ちきれなくなっているというところに今週はですね素敵なプレゼント用意していますなんとこの24「2 4リバナザーデイを日本最速で一気見できる特別上映会ご招待ですこれすでにですねもう応募あの締め切っちゃってるんですけど、えー、このイベント今回特別にハローアリスナー枠をご用意いたしましたっていうか今ちょっとラジオ聞きながら番組のホームページ見れる人見てくれる 最新のジャックバーは出てるよ映像 <laughs> なんで言わないんだよって、まあ、目の前に今画面が僕なんって見てるんですけど、はい、間に合う人間に合う人ラジオ聞きながらはいうわジャック叫んでる打ちまくってる相変わらずですねはい、えー、というわけでございましてその「リバーナデデイ、えー、一気見できる、えー、上映会ご招待でございます今回特別にハローはリスナー枠をご用意いたしました。 10月19日日曜日スタートは午前10時です。これ、あの一気見12話ですから、12時間ぐらいかかります。夜の9時頃まあ終了予定ということです。会場はスペース、えー、SF 汐留でございます。はいえー、オープニング FS 汐留じゃなかったですけどね、はい えー、オープニングの司会は私 DJ 太郎が、えー、担当させていただきます、えー、ご招待人数はですね昨日から金曜日まで確実1組2名様にプレゼントということは合計5組10名様です、えー、本日分はこのあとハローワールドが終わる11時30分まで受付でございます、はいえー、番組ホームページのメッセージプレゼントから24一気に希望と書いて 送っていいいたただきたいと思いますさらに当選された方にはこの「24LiveAnotherday」特別試写会の予習用にレンタル店の GEO で「24シーズン1」からファイナルシーズンまでの DVD をなんと何度も何本でも借りられるミラクルパスポートあるんかいそんなのその名も「24イッキ見パスポート」をプレゼントということでございますいいのゲオで借りまくれるのそれ24俺借りたいわ本当にはい、えー、利用規約など、はい、詳しくは 番組ブログをチェックしていいいいたただきたいと思いますはい、そして10月19日はね、FS 汐め集合だということで、ぜひ皆さんご応募いただきたいと思います。24最新作、リバーナ・ザ・デイ2015年春上陸ということで、その前にシーズン1からファイナルシーズンまでをおさらいしております。今週のサイバーラボです。明日もどうぞお楽しみに